TBS ボールパワフルプロ野球。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロ2020サクセス、今回は帝京国際大学、数多くのスポンサーをバックに部活動に多額の資金をつぎ込んでいるという大学ですね。まあ、聞いたことあるようなところもあるし、聞いたことないところもある。で、ここはね、一回また例によってやりました。一応ね、シンプルさで言ったらなんかこっちの方がシンプルなんじゃないかなって思います。試験がある高校じゃなくて大学ですね。なのでとりあえず試験をね通過して、かつ試合で活躍すると、まあいろんなね、こうスポンサーから援助を受けられるんで、まあ、強くなっていくためには、まあ、試験通過して試合で活躍する、この2つだけなんで、あともちろん立ち回りっていうのもねあると思うんですけど、キャラは一応音声有効にするけど、今回はもう早送りしちゃいます。早送りすると、まあ、基本喋ってくんないんで。で、やることといえば、やっぱね、試験と試合が大事なんで、マジでこのスケスケゴーグルが役に立ちますね。まあ、ロックオンネックレスとかもね、余裕があれば買ってもいいかもしれないけど、そう、あとね、試合に出ないとちょっといけないんで、監督の評価は優先してあげていきましょう。アンドレ監督。で、固有キャラのワンでしょ？こっちピッチャーですね。ワンじゃなくて、こっちの外人っぽいやつね。で、獣医はどこだっけ？なんか内野手とかだったような気がするけど、ちょっとわかんない。で、一応監督がいて4%、もう1回練習するとね、怪我率がすでに 3% とか 4% とかあるからね、パワーはちょっとつけておきたいんでやろう。まあ、怪我してもとりあえずね、そんなに重症にはならなかったんで、まあ、重症になることもあると思うけど、監督評価が10下がるんだよね。で、ここでのこういう彼女キャラクターがこの子ですね。まあ、それなりに追っていけば彼女にはできると思うけど、やっぱりまずは監督なんだよね。あ、そう、あとね、一緒にねチームメートも練習すると、ほら、チームメートの能力が上がるじゃないですか。それはさすがに美味しいんだよね。経験値が手に入るんで。で、そうするとスキルをね覚えてくれるんで、まあこの2つを見ながらっていうところだよね。これ何がいいんだ、バーチャル空間海で積極打法のコツをつかんだ。で、監督と誰か一緒にいるとそれは結構美味しい。まあ、基本的に2回練習したらもうちょっと厳しいよね。で、最初って試験のあれあったっけ、あるね。次の試験まであと3週なので、まあ、そこを見据えてちょっとやっぱり能力アップはしていきたい。弾道は最初で2に上げときました。で、両方 E は欲しいんだけど、ちょっと足りないかな。回復しよう。試験でもね、スケスケゴーグルは発動するんで。で、バイトができるようになってあと2週か。ちょっと練習を見ながら、監督プラス誰かだったらちょっとやりたいけど誰もいないんで、バイトをしよう。で、どれがいい？スポーツジムとかやったけどね、ちょっと経験点もらえるんだよね。分からん。コンビニとかやってみる？無難なやつ。あ、こいつがいるんだ。7000円、7000円が多分普通の値段だと思うんだよね。で、これは話しても合わせとく。なんか固有のイベントかね、ちょっとわかんない。そこら辺がメンタルも、まあ矢部くんしかいないからね。で、タックも別になんかそこまで経験点が増えるわけじゃないんで、パトロールとかあるんだ。やってみようか、パトロール。え、王くんがいる。何をパトロールしてんだ。あ、8000円増えてる。やった。で、実力試験。
最初の試験はガッティやるな、こいつ変化球レベルがすげえ。で合格ライン自体は5点でそんな大したことない、ヒットを1本打ってあとなんかすればどうにかなるけど、点を出せば出すほど受けられるこのスポンサーのものが変わるんで、なるべく点を取っておきたい。クソ V スライダーか、球速がそんなにないから逆に打ちづらいな。ちょっとこの能力ではミート打ちで、あれこれそうだよね、センターフライになりそうな感じだったけど、20点はいきたいね。あと1本ヒット打つ、これは落ちてくる。何点がその満点的なあれなんだろう、まあ、通常時だったらね40点とかっていうのがあれだけど、げ今のダメなの、ショートの頭を越えなかったか。ちょっとバックログ見れっかな、ちょっと待って、うわここまでしか見れない。で、提供品タンポポ製作所パワフル物産細々製薬、これ全部もらったっぽいよね。でタンポポ製作所メンタル練習レベル1でしょ、で経験点もプラス2になって、パワフル物産は経験、筋力プラス1、技術プラス1、チームメイト評価プラス1で、細々が敏捷プラス3という恩恵を受けられるんで、まあ、これはかなりいいですね。あれショップはまだないのか、そもそも一応メンタルだけ見ておく、人がいないじゃねえよ。多分この辺で来るのはランダムだと思うんだけど、でショップが使えるようになったんで、忘れないうちにちょっとスケスケを買っときましょう。だからスケスケなしでも全然大丈夫だよって言うんだったらね、もちろんそれでいいと思うんですけど、俺はちょっとスケスケがないときつい。でこれね怪我率マイナスのやつもあるんで、そうするとね結構いいんだよね。なんでかっていうと、怪我率マイナスがあるとこの2回目練習するときに全部オールゼロになってるんで、それがかなり役立つ。だからあとはもう2回練習して、休んで2回練習しての繰り返していいんじゃない。彼女どうしよっかっていう、あの広角砲くれたんだよね、ただ金徳で。これ多分エジプト大学の固有彼女だよね。出るか出ないかは多分ランダムで、一応メンタルだけ見て、まあ微妙だから寝ようと、まあ、この繰り返しかな最初は。ハンバーガー屋さん、で金が減った。こいつやたら筋力のところにいるな。でずっと監督追ってるけどさ、間に合うの最初の試合で。これ試合出ないと没収されるんで、そもそも活躍ができないからね。なんか緑くらいまで行くと良さそうな感じはするけど、どうなんだろう。まあ、いや、やっとこう。ほら、く切ったよ。なるんだよね。あと自然回復がないからね。っていうか、ほら、監督許可が下がるんだよ。今回無理だな。試合まであと1周でしょ。どっちもいいや、投げてもらおう。なんだ選球眼か、さて監督評価上げないと、さっき下がっちゃったからね。ダーミー、結構イベントが起きるな。かき氷イベントが前回もあったよね。回復した。で試合一応開けておきますか。ミートがいい、パワーが技術足りない、多分出れないよこれ。ほらここで、今日の試合ではがっちりセキュリティロケットキュービン、
で達成条件が載ってますね。ガッチリセキュリティが活躍度6、ロケットキュービンが4で、結果を出したら援助が受けられるけど、そもそも試合に出れないってことは活躍ができないイコール没収される。悲しいな、負けてるし。これ今あるやつも没収されるんで、今援助を受けてるやつですね。ほら、出場すらできると何事だほら、でも最初はもうこうなっちゃうよね多分。だからいかに早く、一応彼女評価上げとこう、上げられるから、いかに早くその試合に出れるように、試合まで15周なんで、次がそこまでにはなんとかしたいよね。これでも 5% あんのか。まあいや、やろう。これで寝るのはさすがにもったいない。怪我の危険性と付き合っていかなきゃいけないからね。ここで回復できるかな。値段が違う。どうでしょうか。やべ、やべの経験値が上がった。じゃあ寝よう。60はね、回復する、通常時で。あ、合コン。多分彼女キャラって3人しか出てこないよね、全部で。で、ここ2人いてスカウトさんもいるのか。まあ美味しいは美味しいけどな、やっぱり。まずは監督、まずは監督の評価を上げて、あとは安心して練習していこう。ま、彼女評価は普通のイベントで上げていけばいいでしょう。さて、ドロップ。うわ、めちゃ曲がるやん。あ、合格ライン20点だ。ちょっと待って、狙ってこう。いや、これでも無理なのか。ドロップとか打てねえわ。ドロップの時はミートを開いてこう。いや、マジで打てねえ。どう？うわ、あんだ。シンカー。シンカーの方が打ちやすいけど、三遊間をうまく抜けたね。ドロップマジで打てない。分かってても打てない。いかがでしょうか監督。ガッチリセキュリティ全練習レベル1だけ。悲しい。イッパーとかか。緑になったね。緑になったらちょっとほっといていいかな。あとは選手レベルをやっぱり上げていこう。ヤビ君評価高っ。スカウトさん、でもな、ちょっとこっちでいいや。獣医を伸びるし、一句二人で読もう。なんか自分だけで読むとろくなことにならなそう。あれ、ここら辺のお話は勝手に進んでいくやつだっけ。体力が下がった。で、9月の2週か。彼女追ってけば間に合うかな。いきなりデートはできるからね。これはちょっとこっち、だから評価上げていこう。で、ここは下。成長スキルでね、ワンちゃんがね、ワンちゃんって犬みたいになってるけど、スキルでね、値切りのスキルがあるんですよ。安く買える。あ、で、ここでなんかみんな調子を崩すんだ。こいつってなんか心臓弱いの。なんかそんなような話が続いてくる。バーリス結構下がったな。で、4%5% とかか。どうすっかな。精神ポイントはなんだかんだであるからね。技術が少し足りない。65で回復すんのはな。でもいいや、ちょっと一回精神挟むか。
漫画。バトル漫画。やべえ、やる気が1下がったとか。結構なんかイベントが続くな。さあ変化球、カリーナがいる。ブルースとかビーンとか、ここ結構なんかさ外国人の名前が多いんだよね。そういう大学なの。カリーナの評価も上げていくか。じゃあ、あ、4人出てきた。みなこちゃんも出てきたわ。メンタル、寝るか。バイトをどれくらいしたらいいのかが分かんねえかんな。で、冬にお母さんがお金送ってくれるから、まあ、それで多少潤うんで、で、ワンは鍛えておこう。これは何イベントだ？か、交流会ね。体力が、でもみんなの経験点が上がった。みんなの経験点も意外に重要だから。さて、60、体力60はもうきついな。メンタルに人がいない。バイトしとくじゃ。あ、デートしようか、普通に。カリーナ、まあ公園だとのんびりして体力回復できそう。あ、いいんじゃん、いいんじゃん、いいんじゃん。こうやっていけばいいんだ。で、ここは強化を変える。だから前回は下選んだ気がするんで。いいね。あ、すげえ、連打してた。誰がいたか分かんねえ。アンドレ監督がいた。レンジで温める。よし、またワンかよ。で、試合まで3週か。え、特別な日に作る餃子。回復してくれ。お、回復した。ほら、値切り上手。ショップで割引して買える。これどんくらい割引されるの。え、わかんねえ。ちょっともう買ったやつはないのか。もともとアロマグッズが5000円だった気がするから、いや、わかんねえな。 10% は割引されないか。これ3000円だよね。3000円だったものが820になってるから、ハッパーとかそんな感じか。ざっとね。カリーナプラスヤベッチ、体力は全開だけど、まあやっとくか。キューピッドスキル、彼女候補全員の好感度が上がりやすくなる。ヘッスラ、ヘッスラはもう1で。試験見てなかったわ。全力ストレート、ドロップ。こいつか、またドロップ野郎。ドロップくんマジで打ちづらいかな。ストレートの時は打つ、打つ。よし、割とストレートを投げてくれる。ゴンドン、コンドンか。ドロップ、これも打ってみせる。もう点数はある。全然ダメだ。マジで打てねえ。これ入ってくる。よっしゃ、進化入ってくんじゃん。マジでこれスケスケゴーグルないと全然無理だったな。スケスケゴーグルのおかげです。絶対発動するっていうのがいいよね。独身術みたいにたまにじゃなくて、まあ確かに、じゃないとスケスケゴーグルじゃないからね。提供品、タンポポはこの前見たか。メンタル、精神、ドリルが筋力、メンタルレベル、黒獅子が打撃、傷
筋力練習レベルプラス2。黒獅子すごいよね。追加ちょっといいアイテム、はい、お筋力強化極意書やったぜ。あとはどうしよう、ワンはそれなりに上がってるし、筋力とかすげえな。やっぱりレベルが高いから、レベルアップしてるのをうまく活用していくのがいいよね。ということでこいつら何もないかな。じゃあこっちでいいや。かといって評価をね上げないのはもったいないんで、ケルベロス水弁とか一緒に逃げよう。げっ体力下がった。でこれはちょっともう危険水域に入ってる、 5% だからね。危険水域に入ってるけどやるっしょ。モチベータースキルマックス、試合まであと1周。試合前は能力上げられるからね。試験前はちょっと忘れちゃうと能力上げないで試験に入っちゃうから。これは普通のイベントか。で上げときますか。いやこれで選ばれなかったらちょっと悲しいよね。弾道さんにしとこう。弾道マジ大事。やっぱまずはここの大学は打撃能力を上げること。待って待って待って、どこ、火星カンパニーロケット9個8。あとはお前たちだ、任せろ。以上だ、来たこれでヤンス、行くでヤンス。6面大学超のか。こいつ変化球ばっか投げてくるからな。しかしこちらにはスケスケゴーグルがある。何の変化球であろうとシュートか問題はない。シュートスライダーはやっぱり打ちやすい。でこいつサークルチェンジとか持ってるからね、斜めの。ちょっと見送るでしょ。これはもうチャンスボール、ストレート、しかもど真ん中。これエキスパートにするとどれくらい経験点違うんだろう。ロックがねだいぶ剥がれるからね。ロックオンシステムってマジでかいよね。しかもロックオンレベルノーマルで2だからね。エキスパートにしてスケスケゴーグルはないともう絶対無理だし、かといってロックオンゴーグルって3万いくらするんだよね。それを買ってる余裕があるのかっていう。上がれ上がれ。さて来たよ。ここからねかなりもうめちゃくちゃ提供品受けられるんで、細々が敏捷プラス3かで、ロケットが結構敏捷系だな。火星カンパニー打撃レベル2いいね。メンタル2、チームメイト評価プラス4とかすごい。でこのプラス3とかってなってんの関係ない練習でもあるからね。でここは普通のか、告白イベント、その気持ちわかるよ。いや全然気持ちわかんないけどね。何のイベントだったのか全くわからない。これメンタルやっても敏捷3とか手に入るんですよ。だからすげえいい。これは全てにおいて3が提供されるんで、322がこれかなり美味しいよね。美味しいとか言っときながらデートするんだけど、カリーナちゃん、えっ悲しい。これ何ガチで1週間無駄になったってこと。いや俺は諦めない。この前あそこ行ったから、うーんどうしよう、何が行ったの。ゲーセンとかっていう感じでもないしな。動物園行くか。え何がいい。白クマやった。なんか知んないけどめちゃくちゃ上がった気がする。あくまでも気がする。よしカリーナまた上がったぞ。まあただ一人ぼっちだけどね、しょうがない。ここ間に合わないのはしょうがない。で注意、げ練習レベル半端なくなってんだ。どれくらいになればあれなんだろう、告白起きるんだろうな。
黄色、緑でもなんかなりそうな気はするけど、まあ、もうちょっと上げときますか。体力回復しやすくなる。え、これ何？これはちょっとカリーナちゃん優先チャンスメーカー。うん、一人で行こう。悲しいけどこれ一人なのよね。彼女が欲しい。え、どうなった結局。大吉。お、11。いいね、これみんなめちゃくちゃ上がるわ。ありがとうございます神様。で、あとちょっとスカウトさん評価も上げておきたいけど、スカウトさんと誰かが被ってたらいいんだよね。美味しいは美味しいけど、守備レベル1とかさ、ちょっとあんまりやる気にならない。経験点的に敏捷がめちゃくちゃあるな。ちょっと敏捷も鍛えるか。使ってないからね。パワーがやっぱり足んねえな。スカウトさん評価あげるか。頼む、俺のパワーを見てくれ。どうだ、ダメだな。あ、人望がある、危ねえ。で、ここはなんか可愛いアイドルが良かったんで、可愛いアイドルしとこう。これなんか他の人とか告白してきそうじゃん。あ、なんかこれ告白イベントっぽくない？告白する。とりあえずあれをくれ。バレンタイン。ああ、10位いけんな。やっとくか、せっかく決めるし。いや微妙。ストレッチどうでしょうか。お、いいね。体力回復してくれてるけど、やべの、なんだっけあれ、ヘッスラはもう取っちゃおう。ヘッスラ2だしね。よし、 OK。 でここでスカウトさんもいるし、強化上げとこう。盗塁どうだ。これ何を見せんの。実にいいとか言ってきたよ。何が実にいいんだかさっぱりわかんねえ。うーん、教えてあげよう。何の勉強してんだ、全くわからん。一波、さてさてさて、重油筋力やりたいんだけどな、人がいねえな。ワン、肩レベル1か、しょべえな。どうしようかな。評価大事。2月、さあ来い。俺の実力を見せてる。バーリスか。スプリット無駄よ。分かればどうということはない。ツーシームファースト、これどっち曲がるんだ、下の左に曲がってくるのね。ちょっと持ってけなかったけど、バーリスよ、お前はもうタイプだ。情けだ、今のは情け。バーリスがかわいそうすぎる。せっかく日本に来てね、頑張ってんのに。まあパワーいいあればね、なんとかっていうか普通にもう持ってけるんで。あと絶好調っていうのがね、やっぱり重要。パワー上がるはずだよね、能力が上がるはず。ここで変わる。ミゾットスポーツ、パワードリンク1つとか。そうなの。休み回復力プラス8、精神2。精鋭アスリートっていうのかな、走塁筋力、休み回復量プラス5と、怪我率 3% ダウン。いいね。休むとどんだけ回復するんだよって。かなり無茶ができるけどさ、そんなに無茶したくないんだよね。 7% か。ちょっとじゃあせっかく、うん、だからまあ飲もうかなっていうのもあるけど、いいや、 7% いける。ほら、無茶する経験点じゃないよなこれ。え、なになになに、
あ、キャプテンか。で、チョコレート。これどんくらい回復するの？え、これ何これ？これは口に出して読むのが恥ずかしいメッセージ。どうかしら？素敵なメッセージだね。よし、結構回復してくれた。あ、試合か。あげよう。印象が結構あった。その代わり俺さ、実はショートなんだよね。ショートでこの守備能力ってちょっとやばいよね。負ける要因になりそう。守備力もうちょっと上げとこう。肩も欲しい。今回はちょっと能力を重点的に上げていきたいと思います。ちょっとどこどこどこ、ロケット9便、これはあれか。走塁練習が上がる。玉丸石油、火星カンパニー8以上。あとはお前たちだ。以上だ。一緒でやんすね。こっから無双が始まる。パワフル農業大学、これ別に試合に勝てなくたっていいよね。あ、違う、ダメだ。またこれどん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 帝京高校が増えていくんだ。帝京してくれる高校じゃねえや。ギャッやるな玉ねぎ。あ、補填ヒット、やったラッキー。試合に勝つ。全力ストレートか。いや、マジかよ無双が始まるとか調子に乗るとこうなるよな。カーブか。どうだ、ちょっと見送ろう。ストレート、なんていうの、フラフラっとなった。これやべえ、もう一回待ってこい。よし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 、ちょっとマジで全然打ってない。ヒット1本じゃん。横溝、お前からホームランを打つ。ちょ、ホームラン打たないとちょっとやばい。ゲーこれやばくね。一応勝ったけどさ、全部もらえないと悲しいことになるんだよね。精神プラス、投手サポートはいいや。野手プラス、私の評価どうでしょうか監督。提供はできない。そうか、仕方がない、文句は言えない。守備、重油、筋力が欲しいんだよな俺。やはり打つためには筋力が必要だ。やっとこう。で、試合開始。ここは黒獅子重工、追加ホームラン1回。やってやるぜ。いや、さっきので何にもくれなかったのが超悲しいな。いや、しかし水木ちゃん、君は知り尽くしている。帝京国際大大展開で迎える2回です。バッターは石橋、打ちました。どうだ、ケーダメっぽい。センターは掴みました。なんかすげえめっちゃフラフラしてたけど。石野さん、帝京国際大大展開で迎える4回。パワーがやっぱ C 欲しいか。初球を打ちました。二塁だ、二塁だ、二塁だ。攻めて。1点取れ。1点取ると活躍度プラス1だよね。多分だけど、ヒットが4かな。いや、わかんねえ。サクスペと一緒だったら。いや、これもういかねえな。ちょっと広いな、会場。会場っていうか、球場。もう一回待って、いいか。負ける。負けるわけにはいかん。負けるわけにはいかん。よし、これ二塁打でまだノーアウトだから、1点入れてくれ。チャンスは作った。よし、負けてんじゃねえかよこれ勝ち進めないとちょっときついかもね、この大学は。
監督私はどうでしたでしょうか。 OK 一応レベル2、まあ、追加はないけどしょうがない。でデートしよう。お金は取られてもいいよ。よし俺もやろう。 OK 体力減りそう。減ったな。やる気は下がったけど逆境をつかんだのか。ちょっと安心して寝よう。回復用はある。で評価カリーナ大丈夫そうだな。矢部くんか。重油がちょっと少ないよね。ワンも意外に少ねえな。注意上げとくか。ひたすら練習注意。総合練習があんじゃん。やろう。ワン。で4月の1週間デート。カーリーナ回復してくれ。これもイベントがどんどん進んでいってると言っていいので体調管理をしよう。全然ダメだ。回復しねえわこいつ。でこれはなんだ、固有のイベントか。そうだね、お話が進んでいく。そんな感じで10位テイキョくんがいる。テイキョくんがテイキョで作ったテイキョくん。総合練習西川くんも継承選手なんだよね。総合練習ってどれくらい入るの。10、20、30、40の50いくつ。こっちも70近く入るかな。筋力の入り方が結構えぐい。ワン。コツ。こいつ満了とかなんて思ってた。火星カンパニーみたいなとこだった。ハットリ。こいつ弱えけど思ったら3球種持ってんのか。入れてきたね。高速シュート。げっやばい。この合格ライン25になってるけど何なの。5の時と25の時の違いが分からん。まあ俺には関係ない話だけどね。ホームランを打てばいい。ただそれだけだ。もうちょっとやっぱパワー C だな。パワー C が欲しい。げっアンダだったんだ今の。火星カンパニー打撃メンタルチームメイト評価か。少し上げよう。 C までは持ってけねえな。これ持ってけた。ただ筋力がない。試合で早く二塁に行くためにも走力も欲しい。であとはデートしよう。一回デートをやりきっちゃえばあと気にしないで大丈夫だからね。よく考えてくれ。自分だけ食うのもさひどいじゃん。よし回復した。ようやく来てくれたぜ。母妹とか弟とか。絶好調男。常に絶好調になる。いいな。これはなんかあれか、普通のイベントだな。いや違うかな。よくわかんねえや。メンタル3
バーリスとか全く上がってないからね。2パーか、1回メンタル挟む意味があるのかな。いや、やっとこう。回復して、でそこから総合練習。ジャキン。どうなの総合練習、開けていった方がいいのかな。これ体力減るんだよね。そう、これは体力が減る、そういうイベントデートしよう。だからでレストラン回復してくれ。いいね、回復力がかなりすごい。まあ一緒に行こう。金減るかな。買い物上手になった。16,700円か。なんかあれ買えそうだな、成長系のやつ。精神ポイントが上がる。ちょっと成長系のやつを見てみよう。見るだけ見る。17,000円か。1回バイトすればなんとかなりそうだな。ここら辺のやつはだっていらないっしょ。ロックンネックレスが26,000円近くでしょ。魅力とかもだっていらないもんね。癒しタオル、休むの体力がアップか。休まないで勝手に体力アップするやつなんだけど。トルマリンリング、サポーター、あーわずかに怪我しにくくなる。これも結構いいかもしれないね、もしかしたら。7000円とかだったら、じゃあジョブなサポーターでよくね。あ、でも結構違うな。マッサージチェア、ここら辺なんか知んないけどくれる時があるからね。矢部くん練習をしよう。アイテム調達スキル、盗塁に。次どこ、火星だった今。こいつザコい、ゲミル。球速も速いわけじゃないし、入ってきたばっかりの1年生か。これが帝京高校だ。すぐ高校って言っちゃうんだけどさ、帝京大学だ。お前らの高校レベルのピッチャーでは通用しないことを見せてやろう。ギャこれは行く？あ、行かないか。遊びでやってんじゃないんだよ。国へ帰れ。ここにお前の居場所はない。え、なに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 、ね、そんなんあんのこれだけ成果を出せんなら。え、精鋭アスリートの、ちょ、わかん、効果がわかんねえんだけど、効果見せてくれよ。アスリートにしよう。で、細々が弁償、黒獅子が、あれ、ちょっといいアイテムを追加でくれた。あいつには犠牲になってもらった。あ、そういえばさ、アイテム手に入れたよね。これ30上がるはずだから、60上がる。これ結構でかい。パワードリンクもなんか使うの忘れそう。B はちょっと無理だな。やっぱショートなんで、それなりに必要だよね。ちょっと C は欲しい。オール C は欲しい。ワンがいるな。ワン10ゆか。矢部くんもいるな。ちょっとやろう。ここは、なかなかの美味しい練習。9レベル。7レベル。技術プラス。で、ちょっと死にそうだな。デートしよう。これはいわゆるカラデート、カラデートっぽいな。やっただめちゃくちゃ回復したんだけど。であげるものはもう大体あげたよね。17じゃちょっともう無理だからな。あとは試合で頑張る、ただそれだけ。あ、練習試合か。で練習試合ってくれんだっけ。ちょっと待って、なんか言ってた。精鋭アスリート、あとはお前たち一緒だよ。今日の対戦相手は六面大学。またお前か。
ボコボコにしてやるぜ。これなりきりの方が経験点もらえるのかな。明らかに違うっていうんだったらなりきりでやってもいいけど、まあそれは一周してからにしようか。エジプト大学もやってからスライダー何を投げても無駄だよ。俺には手に取るようには分かる。ナックルカーブね、こっち斜めのやつが打ちづらいんだよね。ナックルカーブとサークルチェンジ、これ入ってくるか。いいところに投げ込む。それも全て無駄だけどね。シュート、お前まだ投げてんのか、しぶてえな。いくか、ギリギリファウルか。曲がるかい、けまあいいだろう、これはお情けだ。おお見事抑えたね、さすがだ。あれあいつキャッチャーなの、なんか名前忘れちゃったけど、ジュースみたいなやつ。投手成長プラス、やべえありがとう。おおいいね、精鋭アスリート怪我率 3% ダウン、これはかなりいい。まあ、なんか言ってるけどよくわかんない、なんか喧嘩してます、そんな感じ。やる気が下がった。ジュースがいってワンがいて、いやこれめっちゃもらえるな経験点。練習レベルが高いとやっぱ目に見えて違う気がする。めった打ちが身についたワンね。カリーナちゃん頑張るよ俺。なんかよくわかんないけど頑張るよ、ただそれだけ。試合は来週。じゃあデートしよう、そういうのも必要。試合前だからこそデートをする。頑張れカリーナ。ストライク送球だった。あれ広角打法って誰くれたんだっけ広角砲忘れちゃったな、なんか取った気がするんだけどな。カリーナそうだストライク送球だ、とにかく頑張れバーリス。俺から言えるのはただそれだけだ。広角砲を取れなかったショックがあって、ワンだっけ広角砲くれたの。まあとにかくこれで円満に解決しました。よくわからないけど、ゲー体力下がったランクが上がった。ちょっと待ってデータを見る。あのテイキョ君、テイキョ君がどっかにいるんで、こいつほら広角砲持ってるよ。ストライク送球はだからカリーヌちゃんからもらって、伝説のさよなら男と広角砲とエースキラー持ってんね。誰が誰かわかんねえや、誰からもらったのかよくわからない。ただもらえることは確か。これやろう、ワンで、ワンもう鍛える必要ないんだよね、あれ覚えたから。コツが来たらちょっとコツは踏んでおきたい気がするけど、 5% か。てか決勝選手ってさどうなの、獣油も結構微妙だよな。てか筋力すごくない、今筋力だけすごいことになってんな。で精神もあるから敏捷技術が足りてないんだ。
技術だけ大量にくれるっていうのはないな。平均して稼いでいくしかないか。8月、じゃあ敏将が欲しいけど、肩が意外にね技術もらえる。なんかサクスペやってると筋力もらえるんじゃないかっていうイメージだけど、意外に技術が高い。で矢部くんもいるし、矢部ってもうマスターしたっけ。いやまだマスターしてないな。どうこれ、これさ、イベントを進んでいくと切り込み隊長なんか金徳のあれがわかんねえんだけど、どうやってもらえるんだっていう条件が、あ、獣油がいる。ちょっとこれはやっとこう。コツ獣油、あ、確かにキャッチャーだな。何持ってるんだ、みんなのコツがさ全くわかんないんだけど、名前がわかんねえ。あれ、まずワンを見よう。めった打ち覚えました。チャンス、ダメ押しとか持ってた。アベレージヒッターだね。ブルースとかやる気がなさすぎんだけど。獣油とどこにいる。あ、いたいたいた。キャッチャーは B か。粘り打ち、大したもん持ってねえなこいつ。じゃあいいや、いらん。経験点だな。今俺に必要なのは経験点。肩よくね、タックが組めるからか。ワン、君は役に立ってくれているよ。さて9月、ここから試合が始まる。補給はじゃあ C にしておいて、パワー B にするか。じゃあこれでだいぶ打ちやすいでしょう。あと金徳とかも取りたいんだけどね。でスポンサーくん、こいつは実はいいやつでした。そういうオチ。あとはお前たちだ。以上だ。一緒だよスネーク。さて今回は、あれ、ちょっとあの下向いてたらさ、何のスポンサーが来るんだか分かんなかった。バーリスやる気がなさすぎるぞあいつ。大丈夫か。いや俺が点を取ればなんてことはない。取られたら取り返す、ただそれだけだ。満塁、お前をここで終わりだ。走者一掃か。満塁ホームラン打てなかったわ。しかも帰ってこねえし、一塁にいたやつが。でも全然いいでしょう。仕事はしたよ。カーブ、ちょっと意外にねストレート投げてこないからね、それがねちょっと厄介。変化球を狙うと難しいよね。追い込まれるまでは様子見をしますか。あ、ストレート、やはり取れるときに点を取る。いつもさ出てくるベンチのあの人何なの。監督が出てくるわけでもなしだしさ。いや走っていいよ、もう三塁の人、三塁まで行けるか。いや足が遅いから無理だな。内野安打王とか持って走塁レベルも高ければいけるんだろうけど。ホームラン1本打ってるし、いいでしょ。トリクスター身につきました。左キラーが身につきました。アイテムゲット。お、パワードリンクデラックスっちか。あれ使うか。どこ、神楽坂グループ。ミゾットはパワードリンク。精神休み。神楽坂グループすごくね。肩守備、怪我 5% ダウン、休み回復力プラス10とか、さすがだな。で、獣油はもうマジでいらないから、肩レベル8。いやいいねこれ、やろう。技術が欲しいけど、いや全体的に考えると肩でしょう。ここら辺からちょっとパワードリンクをガブ飲みして練習しまくろう。で足が D か。なんか得のあるストライク送球とか重いな。やっぱり重いな。盗塁を取るだけの足がないからな。足を重点的に上げていくのもいいかもしれないけど。切り込み隊長、チャンス目が4か。ちょっと置いとこう。あとスカウトさん評価がどうなってんだこれ。
なんどこどこどこパワフル物産か。あとは1以上とか超簡単そう。とりあえず打っときゃいいんでしょう。あ、出たロゼルージュ。矢部くんのやる気が上がる。おパーリス、やる気が絶好調に戻ってる。モチベータースキルが発動したかな。あとは俺が、てか毎回さ初回で1点入れられるよね。展開で迎える2回です。バッターは石橋。見送ってボール。ストレート狙おう。投球これから2球目。打ったに当たりだ。入れば同点。いかない、いかない、いかないな。ワンアウトの2塁か。頼むぞ後続。俺何番バッターだった？な、違い。石橋いいバッティングを見せました。ダメだ。やはりホームランを打たないとロゼは無理だよ。ロゼは分かってても無理だからね。マジでタックルカーブもさ分かってても無理なんだよね。いや無理じゃない。不可能を可能に変える。諦めたらそこで試合終了だよ。ロゼルージュそれをも打てない。あれ入ってくるんだロゼって。ちょっと振り遅れた、一瞬振り遅れたな。あ、行ったか。通信ファスト。ワンアウトランナー二塁という場面。外してくるな。ロゼルージュ手出すか。じゃ あ次の投球。いやこれは入ってくるんだよね。めちゃくちゃ落ちるなロゼ。球を投げました。いやごめん無理やった。あとよろしく。ました。おお危なくね。超いい形してんじゃん。誰帝京国際大やってのけた優勝です。とりあえずここはね優勝するよ。なん主人公の筋肉上がりやすくなる。パワフルブース、筋力1技術1か。まあ技術がもらえるのはかなり美味しいんで、ちょっとここでデラックス1個飲んで50回復か。おいいね満タンで。いや守備でしょこれ。いや肩は肩でいいな。精神あるからね。じゃあ肩にしよう。肩練習いいな。ワンかなり肩練習に役立ってくれてる雰囲気。さてここからは試合でオール C にしとくか。じゃあせめてパワー A とかできそうだけどね。呼吸上げとこう。精神が余ってるから。じゃあ逆境手に入れたよねコツだけど。どこどこどこ。怒りコンツェル活躍度11、追加条件ホームラン3回とか。怒りコンツェルって敵将視察じゃねえのこれ。古代大学掘りすぎか。上のやつらどうした。やる気がないぞ。頂点に駆け上がる帝京国際大リードで迎える2回です。いいところにカーソルがあったらちょっと打つけど。初球決まってストライク。カーブか。見送りました。第2球。追い込まれる前に打っておきたいけど。インハイ際どい球。スクリューはね曲がり始めが早いからね意外に打ちやすいんだよね俺の中では。曲がってから見てカーソルを合わせられるんで。ゲー言ってもいらってんだけど。帝京国際大どうなってんだよ。この回のトップバッターは石橋。投げました。もう第2球。スクリュー投げてくんね。打ちました。無駄だけどね。入れば同点だ。いった。入った入ったホームラン。ちょお点も入れてくれてんな。追加点のチャンスを迎えました。めっちゃ打たれてるけど頑張ってんな。石橋今日2打点を挙げています。フォークか。フォークは落ち具合がね低めうまくフィットしてくれれば持っていけるけど。投げた。外れた。ボール。テイキョ君が出てる。第4球を。あれこれは黒打ちました。ファールにして、そうもう一回粘る。これ打つ。でさっきフォアボールだったらこれ打てなかったじゃんっていうね。そういうテクニック。7回の裏帝京国際大ラッキーセブンの攻撃に入ります。これでもサクセス歴は長いから。歴が長いだけで第2球腕前は大したことない。投げた。これはいい当たりだ。いった。これ追加報酬もらえんじゃん怒りコンツェルから。いやちょっと負けるかと思ったよねあの4点取られた時は。
負けはせんよ。初戦突破堀月、お前は PSR プライオンだ今。タマールが敏将精神3、いいねいいね、怪我率3ダウンで、怒りコンツェルンがパパオプドリンクデラックス2つ、すごくいいアイテム。何ゴールドカード今さら買いに行けんの、買いに行けんじゃん、安っ、半額になってるこれすごくね、半額ってだいぶだよね。え、俺パワーヒッター欲しいんだけど、パワーヒッター高えかな、なんか買えないのがあるよね、イブシギンレーザービーム微妙に買えねえ、じゃあ無理だな多分。パワーヒッター、うわ高っ、2万もする。え、じゃあ5万くらいしたってこと、全然手出ねえわ。いや甘かった。あ、早急、ちょっと待って、早急のランク、ランクが上がる、ランクが上がるってしょぼくない。スト層までいくつ、38 38 38か、いやーどうしよう、ちょっとゴールドカードはマジで有効活用したい。あ、でもさ、敏将爆買いするのもよくない。ゴールドカード、ちょっと怒りこってる、これはちょっともったいないよな、今さら買うのはもったいない。やっぱ本か経験点だよね。ただしすげえのは買えないから、まあいいや、まだ最後にあれができるから63。ちょっと敏将上げよう、40 50 28。いやこれ技術すげえな。いやでもこっちで一回ちょっと爆稼ぎしとくか、いい、ちょっと一回爆稼ぎしとこう。だとドリンクのガブ飲みしてまた練習するでしょ。そうするとやっぱり特能に手出したくなるよね。特能に手出したいけど、ちょっとなんていうの、継承選手としてはどうなんだろうね。あとはお前たちだ。いざ。なんかちょっとキャプチャーが止まっちゃってたんで、メガロポリスの対戦ですね。帝京国際大攻撃に入ります。で、何言葉で獅子奮陣みたいな、1対1。獅子奮陣はストライク。いや遅くね。まずは見送りました。第2球。打てそうな気がする。投げた。打った。これ待て待て待て、5点、一人5点になってくれればいい。石橋ナイスバッティングです。さあの、さあ追加点のチャンスを迎えました。獅子奮陣狙ってこ、ちょっとこれは無理。石橋ストレート、第2球投げました。いったー、まず1本け、さすが点を取ってくんな。リードで迎える5回です。しかし取られれば取り返す。石橋、野球とはそういうものだ。行かない、行く、行った、ギリギリ、めちゃくちゃ点の取り合いだな。高速シュート変わってるし、カットボール、まあまあまあ狙い球だな。 OK、 10対7とか。なんかあいつさ、ピッチャーなんかめっちゃレベル上がるんだけど、まだあれかなってないんだ。あ、そうそうそう、次の試合に勝利すると世界大会に挑めます。値切りとかも発動しなくなるんでご注意ください。け、買っとく、じゃあ買っとくか。ちょっと待って、もう練習できるかどうかがまずそもそも分かんねえな。2つ飲んでこう、なんかあと試合だけで終わりそう。違う、ちって敏将ポイント、じゃあ短命はやっぱりちょっと敏将ポイントの経験点を使おう。これ買い時買おう、4つで、あと1つ、ちょっと待って、4つさ、なんか爆買いしたけどさ、筋力があるでしょ、33。結構これあれもさ効果あるんだ、なんかプラスみたいな、経験点プラス的なやつ。よし、これだいぶあれになったね。
オール B、 オール B 選手。ちょっとこれ特殊能力は一旦捨てて、ちょ能力に振る。パワー A に行けた。行けなかった。何があったんだ。技術か。じゃあ技術本買う。1個これ買えたよね。買おう技術本。いやこれ怒りコンツェルのあれがすげえ役だったわ。あれ使った、使ってねえな。使用技術本、はい、いけ。これもあんじゃん。もう使えねえわ。なんかさ、アイテムやたら無駄してんな。いやまだその最初だから、ちょっとうまくその容量をつかめてないんで申し訳ないですね。いやでもこの高校は、てか毎回高校って言っちゃうけど、この大学はいいと思うよ。でこっからまたパワフル農大みたいになんか解放されていくのかな。あのいいスポンサーとか、そしたらシンプルだしね。野手に関してはちょっと投手をまだどこもやってないんであれですけど、あとはお前たちだ。とりあえずだって打ってりゃいいって話だもんね。最強大学、ここか。最強滝本とか出てほしいよ。サクスペってかみんなやる気マックスなんだけど、滝本はねかなりいいキャラクターだからね。あの打撃筋力とかでさ、得意練習2種にしてさ、コツがいいよね。何にしてもパワヒアベヒ本格リセ、全ていいコツ持ってるから。ストレートを狙っていこう。いや無理だか。ちょっと狙わない方が良かったな。これでツーアウト。勝たないと話にならないかな。5回の裏、帝京国際ワンシームか。これどっちに落ちるんだっけな。どっちの中かよく分かんなかったけど、ロックオンがなんとかしてくれた。まず1点よし。最強相手によく0点に抑えてるな。左に落ちたよね今。え、いそう。あ、ランダムに落ちるのか。ムービングファスト的な。いやこれはいかない。いや行ったか。ギリギリ行ったな。うわギリ勝った。あぶね。パワー A まで上げといてよかった。ドクター K。 あ、でも矢部くんもうなんかパワードリンクとかいらないんだけど。で先にねドラフトが入る。で球団選んどこう。ロッテです。ちょ毎回ロッテにするわ。千葉県民なんで。ない。しょぼい。5位。ここ結構重要だからね、ドラフト。さて、世界大会。バーリスはちなみにアメリカです。なんで敵。で、ここからもう1ランクくらいは上げられそうなんで、でもそれは特能に取っとく。オランダ。うち誰？あ、しのぎか。ピッチャーボコボコに打ってやったけどね。そんな言うほどボコボコではなかったけど。2回の裏、日本攻撃に入ります。トップバッターは石橋。投げました。見送ってボール。フォーク。いやだから何はともあれ絶対これスケスケゴーグルはねあった方がいいよ。いかに打撃が上手い人でも持ってた方がいいと思うよ俺は。ってこいつフォークしか投げてこねえな。ちょっと悩んだ。あの振るかどうか。3点取られてる。同点で迎える4回です。ノーアウトランナー1塁という場面で、いい位置に来たら打っちゃう。初球打ち引っ張った。あーでも効かないか。ただノーアウト2、3塁だから得点のチャンスにはなるよね。これで1点も入んなかったら日本何してんだって感じだから。入った2点。変わった石橋亮太。俺そういう名前だったんだ。名前まであったんだ知らなかった。シュート。シェパード少し右方向に行ったけど、これはホームラン。ゲッツイ。てかすげえ点取られんな。これなんかピッチャーでやりたくないんだけど、ボコボコ打たれそう。投げた。打ちました。痛烈。いった。入った入った。ホームラン。
ちでしょ。さすがに。よし。初戦をものにしました。これが日本の実力です。しのぎ、お前も大したことなかったな。オール37。国際大会レベル2。活躍したからかな。なんかもらったよね。精神許可も。いや、ここら辺すげえ無駄になったわ。さ、売れるんだよね、でも最後。そうだ、売れるから、あのスケスケゴーグルとかも売って経験点にできるんで、それやってたよね。あの前回のサクセスではやんなかったけど、そう、最後の最後までこうお金のやりくりをして粘るっていう。アメリカ代表権にて、いや、やはり打力が強い。ツーシームファースト、バーリス。お前はそういえばさ、打ち崩したよね。伸びた、伸びていった。これは無理だな。二塁まで。石橋、二塁も狙う。ランナー二塁でストップ。石橋、ツーベースヒット。よし、4点。日本リードで迎える3回です。バーリスよ、残念だわ。石橋。お前の投球は全て分かっている。ちょっと芯外れたな。大丈夫か。いった。パワー A まで上げた甲斐があった。6回の裏、日本いい軌道ネオト通信がシッキングツーシームって何。ナックルなんて持ってんだ。 SS じゃん。コントロールスタミナ投げた。でもね、ナックルうまくいけば飛ぶからね。から当たれば高速スライダー。外に出るか。追い込まれました。これナックルストライクに入れられるとちょっと厳しいけど大丈夫。ストレート、ここだな。第5球狙い目はこれ。投げました。打った。これは強烈。打球はそのまま伸びていく。よー、なんかギリギリの球が多い。ちょっと待ってよ。これはせめて最悪でも外野フライ。最低でも外野フライが欲しい局面です。投げました。しかしそれは最低の条件だからね。シンキングツーシームとかもやめてくれ。わからん。そんなに曲がらないな。まあまあまあ、単打だけどね。まだまだチャンスは広がっているから。お、これは最後俺の番じゃないか。ワンアウト1、3塁。そこで俺ナックルか。ナックルの多投は厳禁だぞ、ボーモントよ。投げました。それをちょっと待って。シーケクツーシーム来た。超やだ。曲がらなそうだな。そのへばった球ではどうにも抑えられんよ、この俺をな。サヨナラスリーランホームラン。石橋、なんとこれが今日3本目。狙っていたでしょうか。完璧に狙ってたよ。日本こいつ誰、右にいるやつ誰。しのぎとか言うなよ。お前と仲良くなった覚えはないぞ。あれ、左にいるのって気を、あ、久方か多分。これあの日本代表なんで、そういう人、久方だ。やっぱり。あれ、右にいるやつって星空星光くんじゃん。そう、星空星光くんもいた気がする。俺影薄っ。てか後ろの方にちょこんと立ってんだけど。最後俺ヒーローだったのにな。なんで久方がいるんだお前。まあいいや、俺は出しゃばりじゃないからね。後ろの方でちょこんと佇んでいよう。あ、ここでエースキラー取ったんだ。そう、あとね、威圧感取れんだよね。で、降格法ってだから誰からもらったんだ。最後にね、ちょろちょろちょろっとあのコツくれっかもね。ワン。ダメ押し。カリーノちゃん。あ、やっぱりカリーナくれたわ。降格砲と降格打砲2つくれるね。そうするとあのデートでストスをくれるし、ストスちょっと重すぎて取る気になれないけど、ポジション的には欲しいよね。ポジション的には欲しい。いやー、降格砲能力的には降格砲欲しいよな。切り込み隊長も結構コツが高めだから取っておくか。エースキラー威圧感そんなに高くない。とっとこう威圧感キャラ。
あとは国際大会とかってさどうなの。まあ微妙に精神余ってるからね、取ってもいい気がする。塗装がもう確実に取れない。広角砲は技術が足りないか。あとなんだっけ、切り込み取ったでしょ、エースキラーか。そうすると敏捷がやたら余るな。ちょっとアイテムをやりくりしよう。アイテムショップ、いらないものはもう売る、売却。スケスケ防具とか売るでしょ。ゴールドカードとか売れねえんだ。この極秘資料売る。ゴールドカードとかなくなってんだ、悲しい。8900円、大してやりくりできねえな。あ、ゴールドカードでも効果効いてるな。なんだ、3000円が900円引きになってるっていう感じ。2つ買えるね。ちょっと技術足んねえから技術1個買っとくでしょ。で使用するでしょ。あと2100円、ちょ2100円とかあれだったらなんかここら辺のやつ取っとく。まあ罰系はね別にそういう選手を作りたいわけじゃないからいらないけど、本だな。ちょっと待って、今能力を見て決めよう。あーどうしよう、降格法欲しいな、欲しくなってきた、金徳的に欲しい。145か、いくつ上がるんだっけ。なんか10くらいしか上がんなかった気がするな。広角打法でいいや。ちょっとあと内野安打、細いやつを取っていくか。結局また技術が足りないから技術買おう。10、そうだよね、10しか増えないよね。14って何が取れる。盗塁が取れる、盗塁をもう一段階上げられんな。ホーム獅子はだっていらないでしょ。ムード、あ逆境ね。これは代打か、いいや。ちょっと盗塁もう一段階上げとこう。で逆境取れるでしょ多分。取れねえか、あ取れんな逆境で。あと敏捷と筋力しかないから、総力チャッチッチッて上げて終わり。まあこんなもんですと。うん、まあオール B プラスみたいな感じだよね。金徳1個のオール B だから、 A をなくせば多分金徳 2,3 個っていうようなところだと思います。まあ帝京国際大学やりやすいはね、やりやすいと思う、あの打てれば。でスケスケゴーグルはだから必須。まあ2万円だからね、いや買っていいと思うよ。あのそのじゃあ2万円何に使うのって言って経験点が爆伸びするわけじゃないんで、だったらスケスケゴーグル買って安定させた方がいいんで、まあ、帝京国際大学今のところは結構面白いかなと思います。そんなわけで、あともう一個ね、エジプト大学はちょっとまだエジプト大学はやってないんですけれども、どんなところになるかという感じで、次回はエジプト大学やっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。